グレゴリー・ B ・ヤツコ、1970年10月29日隊は、アメリカ合衆国の物理学者、米議会の科学フェロー、一などを経て、2005年からアメリカ合衆国原子力規制委員会の委員、2009年からは同委員会委員長を務めていた。1970年10月29日、ペンシルベニア州のリスタウンに生まれ、ニューヨーク州オールバニで育った。 コーネル大学に進学して、物理学と哲学を専攻し、1993年に、両分野で学士号を取得。1999年には、ウィスコンシン大学マディソン校で素粒子物理学の博士号を取得した。アメリカ科学振興協会在籍中、科学技術政策フェローシップに,に基づき、エド・マーキー会議員事務所に科学フェローとして派遣された。 ジョージタウン大学のフランシス・スレイキー博士の下で、物理と公共政策の非常勤教授として勤務していたこともある。先生就任式のやつ子その後、上院の環境公共事業委員会で原子力問題について発言し、ハリー・リード上院議員の科学政策アドバイザーとなった。リード上院議員は、使用済み核燃料の最終処分場問題に、 反対するなど強硬な反原発派として知られ、その後のやつ子の言動や NRC の方針にも影響を与えたとみられている。2005年に1月21日、アメリカ合衆国原子力規制委員会の委員に就任。2009年5月13日、バラク・オバマ大統領によって委員長に任命された。八津子委員長は NRC の長期計画策定。 予算編成や人事において責任を負い、NRC 管轄下の原子炉における潜在的、非常事態に関し、NRC の機能全てに権限を持つ。あるホワイトハウス交換は、八越が NRC 委員長を務めていること自体が、大統領の安全への強い思いの現れと発言している。2011年3月の福島第一原子力発電所事故発生後、 原発の安全性に関し強硬な姿勢で臨んだことが産業界からの反発を呼び NRC 内で孤立するようになった。2012年5月21日、公認が決定次第 NRC 委員長を退任するとの声明を発表した。5月24日にオバマによりジョージ・メイソン大学准教授のアリソン・マクファーレンが公認者に指名された。NRC は環境保護、 公衆の衛星や安全の確保に関する情報を可能な限り公開すべきであると主張している。実施権者とその下請け業者、州と地方自治体、利益団体と一般の人々にも NRC の政策立案の取り組みに参画してほしいと働きかけている。また、原子力発電所の安全規制について、航空機事故が起こっても耐えられるように規制を強化するよう取り組んでいる。 原発頼みで再生エネルギー技術に投資しないでいると、事故等によって原発が動かせなくなった時に、火力発電で代替するしかなくなり、温室効果ガスが不液気変動の面からも原発が有害だと指摘している。もともと反原発派であったわけではなく、福島の事故をきっかけに、制御の難しい原子力の恐ろしさを知り、その安全性を疑い始めた。注釈参照。 ありがとうございます。